はい、バズロールですけれども、よく使うバズロールといえば、ただいまの、ね、フォービートの始まりなんかでよく出てきますが、これも普段のグリップのまま、叩ければ簡単なんですけど、実際はやはりプレスロールというネーミングにもあるように微妙にプレスしないといけないので、グリップが、普段よりは指先に近い部分、まあ、そこが支点になります。こんな感じです。こうちょっとつまんでる感じですね。でも普段叩くときはこんな風には叩かないんですよね。しっかりグリップして、支点がここにある状態で叩きます。プレスローのときは支点が変わります。はい、でこのプレスロールなんですけれども、まずはこの普段 あのグリップはここに支点があるわけですが、このバズロールの支点の場合は指先に来るので、この状態でできるだけ長く左手も、そしてこれを左右で前の音が消える前に次の音を叩き始める。これは今落としてるだけですけれども、それに、この動きが速くなった時にさっき言ったちょっとプレス、要するに押す動きが入ってきます。これがちょっと微妙なところなんですが、これもなんかすごく力が入っちゃって、例えばこんな風にやりがちになるんですが、少し我慢して、なるだけ優雅にストロークを起こすようにします。あまりこうやらずに、できるだけしっかり音を出し切る、このスネアのこのスナッピー響き線の響く音をしっかり出し切る、あとは肘とか、肩、上腕の、無駄な力をなるべく抜くようにして、ただこのグリップしているこの支点のところだけは少しタイトめではあります。ここは非常に重要です。ここはルーズになると、うまく打てないので、少しだけ締める感じです。でも腕全体には力みはありません。こんな感じです。でこの支点がとても重要なので、例えばその本来の、よくあるこうアクセントですね、シングルアクセント、こういうこのアクセントの位置に今のバズロールを入れてみます。こんな風にこういうフレーズだったら、これもできるだけゆっくり練習した方がいいですね。でこの時も、視点は変わります。そうするとThank you.
じです。